んなところに出るとは。これで逃げ切れたかな。なあちゃんもう疲れた。おっと、これ以上は行かせないぜ。し。クローアームブラスト。さすがに俺のことは知ってるか。先代としては嬉しいぜ。地雷でのいざこざで、もうしばらくこっちには戻れないと踏んでいたが。あっちも確かにまずい状況だが、ひとまず弟分に任せておいた。頼りになる後輩がいるってのはありがたいことだぜ。俺たちの行動を読んでここで待ち構えていたのか。誰なのこの人。予定になかったけど、なあちゃんの届け先だったかもしれない人。でも2年前の内戦以来そう名乗ったことはないから、候補から外したの。それで焦燥権でも主張するつもりかね。もしくは名誉毀損とでも。そうしたいところだが、こっちとしてもちょっとした黒歴史でね。その仮面を見たら思わずぶち壊したくなるんだよ。君のあれよりはセンスのいいデザインだと思うのだが。そういうのは本人が一番分かってないもんだ。後になって絶対に頭を抱えたくなるぜ。ご忠告ありがとう。君の負けは。いや、時間は十分に稼いだ。俺の勝ちだぜ。クロウ、どうしてここに。やっぱりあのシーンはクロウじゃないんだね。時間をかけすぎたか。話は後にしてくれ。まずはこいつらを倒すぞ。あんたたちはここで捕らえる。その仮面暴かせてもらうぜ。ミシシ、今度は僕が相手だよ。改めて覚悟してもらおう。刻むぞ、シャドウステップ。やはり手強い。て、やりやがる。ちょっとダンマ。ち、やるじゃねえか。ほらパイセン、自分を語る奴に押されてんじゃねえぞ。言ってろ。リン、こっちから仕掛けるぞ。ああ。トールズ7君、私の本気見せてあげる。さっきのようにはいかないぞ。じゃあ始めよっか。行くぞ。かき回せカオスブリオン。マイこう奮い立て、バイアトレシーナ、一気に決めるぞ。さすがだ。人形はデリケートなんだから。噂以上だったな。
やれやれ、こうも早くバレてしまうとはね。のっ、やっぱり、また成長したな、ユーシス。リーン君たちも。兄上、ルーファスだ。おいおい、こりゃさすがに予想外だぜ。クロスベルにいるはずじゃ。ルーファス元総督、いえ、ルーファス新総統、どうしてあなたがここに。残念ながらその肩書きは私のものではない。どういう意味ですか、兄上。あとは自分たちで考えたまえ。私にも私の宿題があるのでね。来たか、ちょうどいいタイミングだな。撤収だ。教えてください。カレイジャス2をオリバルト殿下夫妻をかどわかしたのは本当に兄上なのですか。いいや、私はあくまでその事件を餌にさせてもらったに過ぎない。餌じゃあ殿下たちは一体。カレイジャス2の行方を知りたければノルド高原に行くといい。それはどういう。それでは諸君、次に会うことがあれば、そうだな、クロスベルの地で。